クシング、サッカー、バスケ、スポーツ経験者が集まっているのでフットワークでは負ける気がしません。最終予選の結果には全く満足してないです。ただあの負けが僕たちをさらに強くしたと思ってます。僕たちが波動に新たな風を吹かせます。 Don't miss it。